皆さんこんにちは、多田恵梨香です。私は今瑞穂区豆田町に来ています。瑞穂区といえば住みやすいエリアとしてもおなじみですよね。今こちらに大変注目されているモデルハウスがあるということで、早速調べていきましょう。ということで、町中三沢ホーム瑞穂西にやってきました。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それにしても、はい、モダンでスタイリッシュでかっこいいお家ですよね。ありがとうございます。どんな特徴があるんですか？はい、ここは今3棟建物が建っておりまして、はい、どれも敷地が30坪ぐらいの敷地になっているんですけれども、ちょっと思ったよりコンパクトですね。そうなんですよ、うん、限られた敷地の中で有効活用する、中に入っていただきますと空間がすごく広々と見えるような設計になっておりますので。へー、まさにちょっと夢のようなお家じゃないですか。そうですね、ぜひご覧いただければと思います。はい、じゃあ早速中の方ご案内ください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは一番通りに面したお家からお邪魔しています。いや、それにしても玄関入ってすぐのこのリビング、とても広い。はい、びっくりしました。今ここ天井高が 3.5 メートルありまして。ここ？はい、普通って2メーター40ぐらいですよね。はい、1メーターぐらい高いってことですか？そうですね、三沢ホームの蔵のある家という作りになっておりまして、はい、実はここの上が蔵が、うまいこと作ってますね。なのでその分 1.5 階分ぐらい、この 3.5 メートルっていう高天井を作ったお家になってます。収納があるかどうかってやっぱり気になるとこなんですけれども、はい、そうですね、結構じゃたっぷり取られてるんですね。そうですね、このお家は各お部屋に収納をしっかり取った上でプラスアルファ蔵という収納を設けておりますので。はい、で間取りがどれぐらいですか？間取りは 3LDK になります。しっかりお部屋もあるんですね。はい、でね、不思議なのは、はい、通りに面しているからちょっと人に見られるんじゃないかなんて思ってたんですが、はい、全くそんなこともないのに、はい、光がちゃんと入ってるんですよね。はい、外からの視線は入れないように、はい、あえて窓を高い位置に取っておりまして、それでかなり明るい光が差し込むような空間になってます。はい、で建物の強度というとどんな建て方をされてるんですか？はい、ありがとうございます。ここは三沢ホームの木質パネルという構造を使っておりまして、はい、壁に強度を持たせて建てているような工法なんですけれども、はい、南極の昭和基地の建物もこの木質パネルという工法で作っておりますので、あったかいのはもちろんですし、地震に強いお家になってます。とっても強くて、そして広々としていて、いやー、これは本当に住みやすいお家ですね。そうですね、ありがとうございます。さあ続いて2棟目のモデルハウスなんですけども、はい、こちらはどんなお家なんですか？はい、こちらは3階建てになっておりまして、はい、2階に LDK が作ってあるお家になります。すぐ階段があるんですよね。はい、で階段からぐるっと回りますと、これが水回り。はい、で奥が？奥が寝室になっております。ほう、はい、あ、1階はこういった作りになってるんですね。はい、ちょっと面白いですね。そうです ね、はい、じゃあちょっと早速2階いいですか？はい、はい、上がりましょう。はい、この階段はなんかおしゃれですねさあ2階に上がってきました。おー、明るい。はい、窓が一面になっておりまして、うん、大理石調のフロアにも反射して非常に空間を照らしてます。いいですね、なんか広々として見えますよね。はい、ありがとうございます。でも、はい、あれ、ここ2階ですよね？そうです。 LDK っておっしゃってたんですけど、あとのダイニングキッチンでどちらに？実はこちらになりますので。おお、はい、こちらがキッチンダイニングになっております。やだ、ちょっとおしゃれですねでこちらはフローリングも変えて、ちょっとシックな感じに作っております。ちょうど階段がパーテーションのようになって、はい、ご飯を食べるところとくつろぐところはちょっと別空間になっていて、はい、いいですね。ありがとうございます。続いて3棟目のモデルハウスです。こちらも3階建てでしたよね。はい、どんな間取りになってるんですか？はい、先ほどと同じで2階に LDK を広々と作ったお家になってます。あ、ということは、はい、1階は奥がお風呂、はい、でおトイレで、寝室になっております。なるほど、はい、はい、という作りになっていて、じゃあ上に LDK、はい、そうですね、どうぞ。ありがとうございます。
やー、2階の LDK ですけど広いですね。こちら2階すべて一体型の LDK にした作りになっております。いいですね。でもこう落ち着いたデザインにもなっているので、はい、ゆったりくつろぎやすいと。そうです ね、はい、でね、やっぱり窓が大きい、はい、光がすごく入ってきますよね。そうですね。こちらは三沢ホームの鉄骨のお家になっておりまして、コーナー角の部分まで全て窓にした作りになっておりますので。ほう、なるほど。工房によってもこういったデザイン的な違いが出てくるわけですね。そうですね、はい、すごく、ね、落ち着いたデザインにもなっていますけども、はい、一個ちょっと気になったのが、はい、台所周りの収納、はいはい、こちら全部クローゼットで、奥はさらにウォークインのクローゼットになっております。素敵。結構皆さん喜ばれるんじゃないですか。そうですね、皆さん喜んでいただいて好評です。ですよね、はい、そして3階建てですから、はい、3階にはどんなお部屋があるんですか。3階には子供部屋を作っておりまして、はい、子供部屋2つと、あとは納戸をご用意しております。家族みんなが暮らしやすいお家だなというイメージですね。そうですね、広々とした作りでみんなが集まってこの LDK で会話ができるようなお家になってます。さあ加藤さん、はい、3邸モデルハウスを拝見しましたけれども、はい、どこも本当に工夫されていて、おしゃれで住みたいっていうお家ばっかりでしたね。ありがとうございます、ねえ、はい、こちらはやっぱり人気高そうですよね。そうですね、うん、見に来ていただいた方には大変好評をいただいております。そうですよね、はい、これって、はい、売ってるんですか。そうですね、はい、今販売を開始しました。あ、そうなんですか、はい、中に家具とかエアコンついてましたけども、はい、家具とカーテンとエアコン、中で見ていただいたものすべて込みで販売を開始しております。本当に？はい。じゃあこのお家欲しいって言って買わせていただいたら、はい、すぐに住めるということですね、はい、いやこれ急がないと本当にすぐ売れちゃいそうですね、はい、何か拝見できる機会はありますか。はい、毎週土日見学会を開催しておりますので、お気軽にお越しいただければと思います。はい、とにかく人気の物件ですので皆さんお早めにお越しください。今日は加藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。